この道は、どうなんだろうね。車走ったことあるな、これ。おそらくね。まだ記憶が出てきへんけど、どうやろう。いやー、したことあると思うけどね。冬の山、西福寺、小福寺、ここ、さっきやっから見たとここやな、雲寺やね。あれ開いてないんか。開いてませんな。これなんか古墳があるような雰囲気やな。おお、石垣がなかなか楽しいねんな。この石垣は。あら、大きなお寺さんやけどね。いいかね、今日は。こう、大きな筋です。なんだろう、この木。今電車来てんだけどね。取れんからね、じゃあ。これやっぱり木地ですかね、これ。お、なんかね、JR の音がしてるんだよ、あれ。分からん。これどうだろう、これ。震えてまんのか。積んであらへんねんな、これ。まだ。車内気になってんだけどね。何待ってたんだこれ、これ。おお、近鉄や。もう JR や。これは車出したことあるぜ、これ。あの辺神社があったね。あるある。ありがとうございます。ということは、どこから入ってきたのかね。ああ、これから入ってきたよな。はいはい。なんかそんな感じや。
あ、これ神社かなんかあるやろ、あれ、ほらが。大倉姫神社。はい、失礼します。はい、じゃあ、ほこら行ってみましょう。おー、水が流れてないんやけどね。あら。社がえらい。小さいね、ここ。まあ、マスクあるね。はい、失礼します。これ木でございますよ、これ。吉野、JR 吉野やったっけ。近鉄吉野降っちゃったからこんなやったね。お、おちゃうか。これ JR で走ってこの辺いっぱい駐車だったな、これ。よう眺めたらこれ見るからな。JR で何やった時かいね。ああ、大回りやった時やな。ここずっと和歌山まで行って。で、和歌山から天王寺ね。天王寺からなら。ほんで、天理。で、山田があったか。ん、ここかね。ここ駅舎。吉野口駅。吉野口駅ということは近鉄かな。え、これ、近鉄も JR も乗れるの。ほらほら、一緒になってんだよ。いや、綺麗に撮れまして、もう一回行きましょうか。乗せたんだよ、これな。これで、駅前でございますけどね。駅前の商店街は、ああ、やってはらへんねんな、ことこと。お魚屋さんかね。大富商店、魚屋だよね。この道はいつも走ってるな。これは車でいつも走ってます、これね。これから橋渡ったかな。渡って走ってる、いつもな。ここは橋の横走っていこう、歩いていこう、一応。これは曽我川でございます。わあ、水多いのにも綺麗やね。どうしたんだこれ。どこだ。流れ早いんだけどね。全く見事ないね。魚の影が見当たらんね。
に嫌だなんで。やってんのかな、あれは。4畳でございます。この道初めてやね。普通通らんな、あの反対側あっちを通るからな。それやけどこれ水きれいやけどね、雨これだけ降ってんのに魚の影が全くないんやけど。近鉄じゃん。近鉄吉野線かね、これ。おお、あいつら。